今回は直近アップデートで情報修正された一機動性コラボカード帳を紹介。斬撃リロード速度が上がり、ほぼ即時斬撃可能になったから打ち漏らすことがほとんどなくなったいい調整。このカードは非常に弱いと言われがちやけど、個人的には構築次第で強いと思っとるよ。斬撃連打のために片手を完全に拘束されるから気まなじで組むとか、操作負担を軽減することで本来の性能を引き出しやすい。比較対象となるのは 2.5 コス超絶剣豪の起きた装置かな。あちらはどっしり一箇所を守るのが得意で、超運は盤面を荒らしたり相手を崩したりするのが得意な印象。時代特殊やから戦機の選択肢が広がることや、神蘭の凪と組み合わせることができるのも長所かな。忘れるかよ。まずい、邪魔だ。ただ備中を尽くすのみか。生き残りたくま、死人になれ。死にたい奴からかかってこいよ。心配無用。おら、皆殺しだ。一人もここから逃すな。美しき戦に心が高ぶるだろう。行け！行け！流派発動！二の肩！こら！まあいいです。忘れるかよ。行け！まあいいです。美しく間合いです。行け！流派発動。三の肩。行け！師匠に合わせる顔があるまい。死にたい奴からかかってこいよ。まあいいですよ。美しき戦に心が高ぶるだろう。撃て！行け！おら！まあいいですよ。行け！撃て！美しく。散りゆく定めか。まあいいです。おら！皆殺しだ。一人もここから逃すな。撃て！行け！まあいいですよ。美しき戦に心が高ぶるだろう。生徒学園2年超運紫龍がお相手いたします。
燃やせ、その身に流れる虎の血を。戦機解放。身の肩。散りゆく定めか。マンデス、マンデス、観念しておけ。師匠に合わせる顔があるまい。戦機解一の肩。よっ、許せない。まずい、体が。全部私に任せておくれやす。撃て。今回は2試合やるよ。ガレベニゲイ、忘れるかよ。参ります。もっと前出なくていいのか。生き残りだ、死人になれ。撃て。死にたいやつにかかってこいよ。まあいいですよ。気高き武士よ、今こそ立ち上がる時ぞ。生徒学園2年趙雲紫龍がお相手いたします。流派発動。身の肩。
間合いです、間合いです、間合いです、間合いです。前期解放、間合いです、間合いです、撃て撃て、流派発動、三の型、おら決まった楽じゃないとは分かっていたな。撃て！行け！行け！一の型、撃て！ふっ、おら！気高き武士よ、今こそ立ち上がる時ぞ。あばよ兄弟、行け！あばよ兄弟、少しは役に立ったかな、俺。間合いですよ。生徒学園2年、趙雲紫龍がお相手いたします。手加減無用。出向かう者は全て斬る。間合いです。間合いです。いつまでコソコソしているつもりです。出てきなさい。覚悟は決まった。当主たるもの、部下の血が流れることに心を痛めて。ご視聴ありがとうございました。